もう皆さんが見てもう通りじゃないですか。本日って感じですか。自分のためにはなってなかったと思うので、いやいや、もともと帰るつもりないよ。海外に行けばいいっていうもんではないと思いますけど、上に行くためには必要なことなんだとは思ってます。雨降ってたり天気悪いと気分落ち込むんで、はい、頑張ってモチベーションを保つように頑張ってます。まあ当時も日本に帰るか、日本に帰るかっていうか、いろんなチームを、まあ、見た中で、日本に帰れ、じゃあ日本に帰ろう。もう一回一からサッカー学び直そうって思ったのがきっかけでもあったので、はい、それで戻りました。いや、規模はやっぱ全然違いますし、うん、規模は違うけど、やってるサッカーも違うし、最初はやっぱり大変だったのは覚えてます。いや、まあ僕が一番最初に、ああ、J1 だなって思ったのは高木選手ですね。はい。まあ一緒の攻撃なんで、一緒に攻撃することがある中で、見えてるところ、ここでボール来るんだとか、あ、ここ見えてるんだっていうのは一番最初に驚いたのは高木選手です。うん、もう皆さんが見てた通りじゃないですか。対人強くて、走って、体強くて、だと思います。なんかそれをやっぱ世界でやってきた。で、今日本にいますけど、まあ、年齢重ねてもやっぱそこは健在というか、やっぱそこが凄さだし、サッカーに対しての熱が未だに持ち続けられているっていうのはやっぱそこにも関係あるのかなっていうぐらい、人としてもやっぱ素晴らしいし、そういう選手が残っていくんだなっていうのは身近にいて感じました。いや、特にないですね。もうなんか去年から一緒のサイドやることも多かったので、もう後ろにいてくれれば好き勝手やっていいかなって逆に思ってます。まあ、ボールを大事にする、リスクを負わないっていうところも大事にしてるんだなっていうのはすごい思ったし、リスク管理のところも口酸っぱく言うし、堅実って感じですかね。はい、僕はそんなイメージがあります。スペインのサッカーはあんま見たことないんでちょっとよくわかんないんですけど、まあでもなんか映像とかね、最初とかそういういいプレーの映像を食事会場で流してたりとかしてたんで、まあ、そういうの見ると、まあ、こういう練習してればいいのかなっていうのはありますけどね。ちょっとなんかまだわからないです。あんまり気づかないことを気づけたというか、なんかやっぱみんなで守備するのも大事ですけど、やっぱ一人で守備するっていう大事さ、自分のポジションだけでやっぱり変わってくるっていうのもあったし、いろいろやっぱ考えることは多かったですね。試合前もそうですけど、試合になったら正直感覚の部分もやっぱりあったので、やっぱそれが通用しない相手だったし、逆にあれでもっと力のないチームでやってたら、もしかしたらうまくいってたかもしれないけど、自分のためにはなってなかったと思うので、まあ、結果オーライっていう感じですけど、まあ、あの試合を経てもっと頑張ろうって思いました。まあやり方とかどういうサッカーするかにもよりますけど、自分の持ち味を発揮するっていう上では変わらないと思ってるので、まあ、どういう負担が増えるかっていうふうに自分は考えてるので、サイドバックだったら守備、インサイドハーフだったら運動量、フォワードやってたらやっぱ得点取る部分だったり、ファーストディフェンダーっていうところの、やっぱ僕はどっちかというとそこだと思ってるので、攻撃に関してやりやすいやりにくいっていうのはあんまり思ったことないので、まあ、結果的にそんなにここじゃなきゃやだとか、ここはできないんだけどっていうのは正直ないです。あれとは海外とは全然関わりなくて、まあ、育英のみんなで
思い出作りのために選手を受けようよみたいなノリで行ったのがたまたま上行っちゃってナイキアカデミー入んなきゃいけないってなったけど、もともと入るつもりないよっていう感じで、断ったっていうのが経緯で、それとは別にもともと大学進学決まってて、高校選抜行った時に、オファーもらって大学行くことになってるんだけどどうしようっていうのを当時の代理人とチームと大学といろいろ話した結果、ドイツ行くことになったっていう感じです。いや当時は全然なくて、今考えたらちょっと驚くこともありますけど、その決断選択に対して驚くことはあるけど、あの当時はもうプロサッカー選手になるために大学も選んだし、いろいろありましたけど、大学でもプロ行っても海外行ってもそこは自分的にはどこでも変わらなかったので、それがあの軸にあったので、海外行くことも別にそこまで躊躇はなかったと思います。96年世代だけじゃなくて、やっぱ今のこの時代が多分そういう時代だと思うし、海外に行くっていうのがやっぱ当たり前になっていけばいくほど代表のレベルも上がってくると思うし、やっぱそれが先行されてる選手がもう本当海外の選手ばっかなので、海外に行けばいいっていうもんではないと思いますけど、やっぱその上に行くためには必要なことなんだとは思ってます。いないっすよ。わかんないです、はい。ちっちゃいクラブで、規模的にもちっちゃいんですけど、南の方にあるので、なんかすごい人も気さくだし、いい街だったので、その中でその僕にちゃんとコミットしたプランを提示してきてくれたというか、お前は今こういう現状だから、こっからやって、でここまで行こうっていうのを、チームからそこまで提示してきてくれたので、だったらやっぱあのクラブが大きいところじゃなくてこういうところで試合経験積んでとかやった方がいいのかなっていうのは当時思って決めましたね。日本よりすごいフィジカリーなサッカーをするので、そこへの順応だったりとか些細なところですけどパススピードだったりとか、そういうところはやっぱ高校生からいきなりブンデスリーガーに行ったわけなんですごい差を感じたし痛感した部分が大きかったです。言葉はすごい大変だったし、文化も大変だよねっていうのはあったっすけど、日本でもそんな十何年しか住んでなかったから、なんかそこまで文化の違いとかも、不便とかは感じましたけど、半年住んで、1年住んで、2年住んでっていうので、徐々に慣れてきたし、それがむしろ心地よくも感じてたので、そんなに生活で苦労したことはあんまり覚えてないですかね、言葉以外は。見に行くことは少なかったですけど、向こう専用のね、なんかダゾンみたいなのがあるんで、それでブンデスリーガーだったりを見てたので、それはなんかすごい楽しかったし、やっぱもうサッカーに囲まれた生活だったので、やっぱ今とはまた違う環境かなとは、それはすごい楽しかったです。真面目だし、いい選手ばっかだし、人としてお互いのことにリスペクトし合うし、誰に対してもっていう感じはすごい僕は感じましたね。いっぱいいますけど、身近で言うとオーストラリア代表のレッキーって選手がいるんですけど、あの選手と一緒にやってた時はやっぱり身体能力も高いしサッカーも上手だし、こういう選手が国を背負って戦うんだなっていうのは一番最初に思いました。本当僕が当初足りなかったのはそういうフィジカル的な部分だと思うので、それがなんか培われたような気はしましたね。日本帰ってきて一つでも上の順位に行けるように頑張っていきたいと思います。わかりました。ありがとうございました。ありがとうございます。